はい、こんにちは、トールと申します。薬の独り言最終回まで視聴しましたので振り返ってみたいと思います。こちらは未視聴の方にも知ってもらいたいので、最初にネタバレなしの軽い紹介と総評を入れた後に最終回の具体的な感想や注目点などをアニメ初見勢として共有していきたいと思います。よろしければお付き合いください。薬屋の独り言は小説を原作とする高級ミステリーですね。ざっくり概要を言うと、中国モデルのファンタジー世界の高級を舞台とした毒味役の少女が様々な難事件を解決する謎解きエンターテインメントとなっております。小説が14巻まで出ていて、コミカライズもなんと2種類出ておりまして、どれも連載中ですので、まあ、アニメ見終わった後もね、他のコンテンツで楽しめるものになってます。アニメの1期が24話ね、全て放送が終了しておりまして、2期もなんと2025年に放送予定ですので、ぜひ今からでも見ていただきたい作品ですね。総評としましては、まずはものすごくエンタメとしてよくできていましたね。基本的にミステリー作品にはなっていますので、謎を解いていく、事件を解決していく形にはなってるんですけど、そんなに小難しい話とかもなくて、すごく分かりやすく楽しめるようにもなっていました。それでいて、じゃあそこが浅かったりね、ペラペラの話かっていうと、めちゃくちゃ重厚なんですよね。またファンタジー中華っていう舞台を設定したところもうまく働いていて、なんというか歴史観とか文化観とかがね、ある人もない人も楽しめるようになってるっていうところでしょうか。その上で、まあ、謎がつながる瞬間とかね、驚きの真相などのミステリー的な醍醐味も味わえるので、大変よくできた、シナリオだなというふうに思ってね、見終わった後の満足感が非常に高かったですね。あと、まあ、愛憎劇としてすごくよくできていたり、人間キャラクターの魅力も溢れているところが素敵だなと思っています。まあ、言ってね、高級な、つまり帝の子供を産むための場所なわけですよ。ラブコメ的な要素ももちろんあるんですけど、まあドロドロしているわけですが、そのドロドロをすごくしっかりえげつなく書きながらも、こうコミカルなところはしっかりコミカルでね、全体的には緩急が効いているので、基本的には楽しく味わえる形になりました。苦味もちゃんと含めてキャラクターをね、楽しめて、で愛着が強くなっていく、そういう構造でね、仕上がっていたんじゃないかなと思います。そして、まあ最後挙げるなら、まあ、ボリューム感がすごいね。なんというか、まずクオリティは高いと、演技もバリバリにいいと、演出もすごく気が利いていてですね、で脚本の構成はもちろんね、そのミステリー的な満足感をね、果たしてくれるぐらいには美しいっていうところであります。だからこそですね、まあ、うちのチャンネルの方でもですね、アニメ視聴者、アニメ初見勢としての感想考察を1話ごとにね、上げさせてもらってですね、最終回までシリーズ化させていただきました。まあこの動画が一番最後になるんですけど、ともあれですね、この気が利いた演出とかね、美しいね、その美術だとかですね、あとキャラクターの魅力なんか含めて共有が楽しいよね。そんな感じで、動画シリーズまたありますのでね、まあ、これから見るよっていう方はちょっと1話ごとに噛み締めていきたい方はね、こちらも合わせて楽しんでいただければ嬉しいです。そんな感じで、以上がね、こちらの作品の紹介であります。ちょっとね、気になった方はぜひ視聴後に動画の続きもお付き合いいただければと思います。では最終回について話していきたいと思います。24話は人種とマオマオ。いやー、これね、良かったですね。素晴らしかった。内容としてはマオマオの両親の再会とマオマオ自身の心が語られる最終回でしたよね。前半っていうか、まあね、最初の部分は、まあ、ラカンが本線と再会する物語。ここはまあ今までの振りとか回収の答え合わせ的ではあるんですけど、まあそれらをね、なんていうか突き抜けてというか飛び越えてというか、もうラカンのさ、感情がめちゃくちゃ溢れてきていてさ、そう、ここは見入ってしまいましたね。とにかくまあ素晴らしく重みのあるね、そんな2人の再会です。不器用すぎる2人のね、どうしようもない愛憎劇ではあったんですけど、でもまあ何とも言えないね、味わいでお互いがあるべき場所に収まったと言えるでしょう。もう長くないってまあまあ言っていたんですけどね、でもそれでも悲願の再会なわけで、ラカにとってはそう、特に演出面でうまいなと思ったのが、そのフォンシェンは自分の肌がね、落ちてしまってることを気に病んでいたっていうね、話があって、
でもラカンにはそれは変わらないんですよね。そう、顔の判別ができないラカンにとってはおそらく本心の状態が普通でないことはですね、情報的に完全にね理解しながらも、でもラカンの見てる世界にとってはもう純粋に再会の喜びっていうね、映像になっていてですね、ここはすごく見事にね表していたかなと思います。ラカンの病っていうものがですね、少し幸せに働いた瞬間だったのかもしれません。中盤パートは、まあ、マオマオがこれまでの見立てを語ってくれる部分ですよね。はい。それは、まあ、今までね、すごく怪しかったラカンのね、これまでの挙動の理由だとかですね。また、本心自身の、まあ、裏にあった心持ちについて、マオマオが見立てを語ってくれる部分、ミステリーの答え合わせ的だって、ここはね、楽しかったですね。そして、身受けの話を受けたマオマオのマイパートですね。これが、今回の締めになっていました。はい。ここってさ、その4話でしたっけ、不要様の、時のことを思わせる感じでマーマーがね塀の上で踊ってるんですけど、まあでも塀の上で変な女が踊ってるっていうね話を受けてですね、人種がやってきたところでですね、言ったらまあ2人の今後っていうものをね、見せていくようなパートになったと思います。個人的に好きだったのがマーマーがそばかすちゃんとしてるところだよね。そう、そうですよね。この舞として化粧して美しく着飾ってくれるんだけど、でも外に出た時はそばかすしてるのがね、マーモンのデフォルトですのでね、そばかすをその後からつけたんじゃないかなと、思われます。一回化粧する前に消してたんでね。それってなんていうか、その2クール分のマーモンがやってきたことの積み重ねをね、感じるようなねところでね、いい演出だなと思いました。で、まあ、じゃあこの2人のこれからはどうなんかっていうと、それはまだまだ始まったばっかなんだよね。最後はコミカルに締めてくれたところ良かったと思います。あとまあ個人的に面白いなと思ったのがですね、そう、これ僕は個人的に勝手に思ってるだけかもしれないですけど、今回まあラカンとマオマオのね物語でこう前半後半書かれていたんですけど、ラカンから見たね、本心との2人の関係を表した一言っていうのは今回ねゴーヤローなんですよね。もうここはねもう一言で全て表されるね、全てのね、まあ結末というか結論というかね、そこのセリフであって相手に望むものがそれだっていうことなんですけど、じゃあマオマオからの二人の関係を表した一言が 何やったかっていうと、これ一言で表せるんですね。はい、ゴーをくださいなんですよ。わかりますか？つまり、ゴーやろうとゴーをくださいが対になってるのが綺麗にね。前者のさ、他に言いようのないね、深い味わいとですね、もう後者の直球でしかない欲望のままのギャグっていうのが見事に対になっていて、これはね、なんか勝手にちょっとね、笑ってしまいましたね。はい。まあ、とはいえ、ちょっと2期が楽しみすぎる、まだまだ出会ったばかりの2人ですからね。それを思わせる素晴らしい最終回だったなと思います。それではアニメ初見勢としてね、注目点語っていこうと思うんですけど、まずはですね、このマオマが言っていたメイメイ姉ちゃんの心持ちを中心にですね、今回のやり取りの真相について見ていきたいと思います。はい。まあ、つまりですね、まあ、今回の一連の騒動というかですね、ラカンとフォンシェンのね、すれ違いみたいなものはフォンシェン側にも企てたものがあったんだろうっていうのがマオマの見立てであって、現状はこれが真でね、見ていっていいと思います。はい。まあ、フォンシェンが子供を作ることによってラカンに身請けしてもらおうと企んでね、やったことだったんだけど、ラカンの移動によってですね、当てが外れてしまったと、当てが外れた時の動揺はひとしおだったというところがね、つながったと思われます。現状、まあ、取り返しがつかなくなってしまった時のですね、精神状態は、普通ではなくなってしまっていたこともわかると思いますが、ただポイントとしましては、ラカンがそのことを全く伝えられてなかった理由についてですね、ここはまあ現状でいろんなキャラクターがね、言葉にはしていないんですけど推察ができるので、ね、ちょっと楽しんでおこうかなと思います。はい。まずですね、まあ、ラカンは聞いてなかったわけですね、フォンシェンが生きていること、そしてそこにいること。でも状況についてはある程度ね、察しがついていたのかもしれません。はい。指が送られてきたわけですからね。そしてですね、まあ本心はおそらくもう、おそらくはまあ鼻がね、落ちてしまってですね、今更もう会えないだとか、今更会いたくないっていう気持ちが、強かったんじゃないかなと僕は思いますし、3年後はねもう取り返しがつかない状態だとすると、で、まあやり手ババアはやり手ババアでですね、そんな恨めしい男にですね伝えてやるもんかと、もう会わせてやるもんかと、それも教えてやるもんかと、
思っていたかもしれませんので、ね、まあ羅漢に伝えられなかったっていうのは本心とね、本心の希望とそしてやり手側の方針によるものじゃないかなというふうには思われます。でもですね、伝えることができた人もいるわけで、ね、この辺りをその今回羅漢が見ていた世界からね、想像していくとなかなかに味わい深いんですよね。どういうことかっていうと、その今回出てきた顔の見えない2人ね、そう、これ羅漢の完全に見てる世界なんですけど、この2人がどういう心境でどういう表情してるか想像ができるんだよね、これね。めちゃくちゃ面白いなと思って。この、まあ、ババアの持っていた、やり手ババアの持っていた、その激しい怒りみたいなものが、どこにつながってくるのかっていうと、まあ、これ、前回でもね、コメントで言ってた人もいたんですけど、これは現状ね、やり手ババアが、その、もともとね、義女であって、ね、そして、本心を生んだ女だった可能性としてね、現状を見ていくのが相当するというかね、しっくりくるかなというふうには思います。うん、つまりですね、まあ本心がボロボロになってもその場所でね、そう、離れてね、世話してもらっていた理由なんかが今回やり手側が本心をね、世話してる部分にもつながってきますし、同様にですね、結局やり手側がその羅漢という憎い男にまあまあを見受け、させるための道を作っていたのも、羅漢のことはもう死ぬほど憎いし絶対にもう娘と会わせたくはないんだけど、でも子供を親の気持ちがわかるからまあまあを見受けさせる話に関しては、ここね、まあ言ったら、ね、十数年通ってくる中でですね、そのだん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 、まあ認められるようになってきたのかなというふうに思うと、すごくしっくりくるかなというふうには思います。で、このことを羅漢にメイメイは伝えることができたんだよね。そう、本心が生きてますよ、ここにいますよっていうのを伝えることはできたんだけど、これはまあおそらく、まあやり手ババアには口止めされてたのは当然だと思いますし、本心からも言わないでほしいと言われていたんだとは思います。まあメイメイはそれを尊重したということができると思いますけど、ただまあ尊重といえば聞こえはいいんですけど、メイメイはメイメイで複雑なんだよね。それは、まあ、メイメイ自身が羅漢のことを好きで、ね、まあ、何回も何回もあの通ってくる羅漢の相手をする中でですね、そう、羅漢にとっては、本心がね、特別な存在であるっていうのは確定してるんだけど、でも、彼女が生きてることを伝えなければですね、いつか心変わりの可能性があるんじゃないかなっていうのが、メイメイちゃんの中にもあったんじゃないかと思うんですよね。だからこそ、今回羅漢に選ばれそうになった時に、ね、そうではないと、選んでください、ちゃんと選んでくださいと、言った部分、この選択したことは、やはりメイメイ姉ちゃんの優しさだったというふうには思いますし、プライドでもあったんでしょうね。十数年ずっと相手し続けた相手に対して、結局今回のね、ババアもね、まあ言ったらメイメイ姉ちゃんもですね、顔が映らずに、まあその見受け相手をね選ぶ描写っていうのはすごく気が利いていてさ、これメイメイ姉ちゃんを選ぶのはこれないよなってすごくわかるよね、見ていてもね。それを指したメイメイ姉ちゃんだったのかなっていうふうに思うとですね、その本心が生きてることを指してさ、飛び出していった羅漢ね、それを追いかけていくやり手ババアに対してメイメイ姉ちゃんがさ、ちょっとうつむくんだよね。これこの時の表情がさ、やっぱすんごいいろいろと想像できてさ、もうなんか選ぶも何もそんな問題じゃなくて、そもそも羅漢には本心しか見えていなかったことが完全に確定したわけですよ。十数年相手してきたのはね、メイメイ姉ちゃんだったのに。だからこそもう取り返しがつかないんだよね。で、取り返しがつかないのにさ、再会した後にさ、ごめんとか悪かったでもなくさ、ごうとって言って、もうごう打ち出しててさ、楽しそうにごうってる二人ってね、本当にそこに何かを責めるとかじゃなくて、再会を純粋に喜んでる様子を見て、お互いも相手にそれしか求めてなかったし、相手しか求めてなかったんだなっていうのが分かったからこそ、メイメイ姉ちゃんの中にあったこう気持ちが溢れ出してきてしまったんだなっていうふうに思うと、結果で言うなら、メイメイ姉ちゃんっていうのは別に誰よりも優しい義女だったわけじゃないし、優しさだけでね、まあ本心のことを隠していたわけじゃないんだけど、でも今回それを自分の、まあ、プライドとか、そしていろんな人の思いとかね、これじゃダメだっていうところも含めて、選ばせることができた。だからマオマオから見たら、誰よりも優しい義女になったのかなというふうに思いました。はい、このあたりのね、言葉とか解釈なんかはまたね、話が進んでいったら変わってくる部分もあると思うんですけどね、現状はこの部分の深掘りが一番ね楽しいんじゃないかなと思ったりはしています。はい、いや良かったですね、メイメイ姉ちゃん、彼女に幸あれというところですね。続いてはマオマオと羅漢の親子関係について
これさ、この親子さ、似すぎじゃない？ちょっと。面白いんやけど、見てて。はい。まあ、とにかく今回ね、マオマオが、まあ、ラカンについてですね、両面から結構ね、細かく聞いていたことが明らかになりました。はい。なぜ、マオマオに執着するのかっていうところを、マオマオはちゃんと理解しとったっていうことですよね。なかなか業の深い娘ではあるんですけど。まあ、今回の話の中で、そのラカンは一応、マオマオと、そしてルオメンの顔はね、わかるって言っていて、これってまあ前回書かれたね、ルオメンに関してもわからなかったラカンから、まあ、これは後々にわかるようになったというよりは、ちょっと違った言い回しをされてる可能性はありますよね。まあ、ルオメンほど優秀な男はなかなかいないし、強者なんてね、はい、それだけで区別できると思いますので、そういう意味で言うなら、外でね、人種にあったとしてもそれは判別できる可能性はあるかなというふうには思いますね。でですね、まあ赤色のコマで書かれてるんですけど、最初からまあ彼は人種の正体が分かっていたからこそですね、はい、それが分かるような振る舞いをしていたし、サイジの事件の時も盤上のね、コマの動きから見て、まあまあが事件を解決するために動いていたからね、そこを手を貸しただけでですね、何が起きてるかは分かってなかったっていうところでね、まあ不穏すぎたラカンのね、怪しく書かれていたラカンの、まあただ単に自分の娘大好きお父ちゃんだったことがね、明らかになって面白い答え合わせでしたね。こういうミスリードなかなか聞いていて、最高にアニメとしてね、いい仕事してくれたと思います。で、マオマオとしては、まあルオメンのね、まあルオメンというおじいちゃんではあるんで、おじいちゃんでもないのか、まあね、ルオメンという、まあ、その育ての親を、ね、得ることができたのは感謝してるけどね、まあ、その自分としてはラカン自身に対してはですね、特に好いてることもないよっていうところで、嫌いではあっても恨んではいませんと言っていました。まあ、つまり立場的にはですね、母親よりも父親側に肩を持ってるマーマーではあるんですよ。ただマーマーは、逆にラカンに嫉妬してしまうと、その能力に嫉妬してしまうっていうね、とこですよね。最初に答えが見えてしまうラカンの能力っていうのはものすごく高いですから。そんなわけでですね、まあ今回の話は面白いし、でまあラカンはラカンでさ、マオマオの肩に触ってる人種がさ、もう憎くて憎くてしょうがなくてさ、そう、これコメントであったんですけど、自分の陣営が黒だったら相手の陣営が赤みたいですね。飛車が黒だったってことは、まあ、ラカンは黒側の駒を使う側であって、ね、敵の駒は赤なので、人種たちは完全に敵に見えてるっていうね、ことです。ね、マナ娘がね、あの敵の陣営に取り込まれてしまったら、それは助けなあかんと思うのがね、当然なわけで、この辺も面白かったね。つまり、マーモーはラカンの才能に嫉妬して、ラカンはマーモーに触れる人種に嫉妬するっていうね、嫉妬行動ですよ。この辺もちょっとね、似た者親子してますよね。そんな形で、なかなかに面白かったですし、ね、それでいてね、なんていうか、そのガオシュンがさ父親の気持ちを代弁する描写なんかもちょっと良かったね。はい。まあ前回は息子の話しかね、ガオシュンについては出てきてなかったんですけど、娘もいるのかもしれませんし、またその自分の息子が、その娘、まあ、孫との関係で悩んでるかもしれませんので、この辺をいろいろとね、その推察している部分もね、今後の描写としてなかなかに楽しみですね。そして二人の関係についてでしょうか。はい。マウマオマオのその後の描写でね、示唆されていたかなと思います。ここもね、良かったよね。なんていうか、まあ、結局、ジンシ様がめちゃくちゃ可愛いんですけど、自分のことに無頓着なマオマオとそれに振り回されるジンシ様ではありますが、でも、動くべき時には動くようになったジンシ様。ここでさ、マーマーのことをお姫様抱っこして連れて行ってくれていて、で、まあ、誰かに見られたらって言われるんだけど、ジンシ様が、どうせ暗くて見えないって言っていてさ、これはまさにね、様ほど前のジンシ様がね、お姫様抱っこして、まあ、マーマーをね、まあ、運んでいた時にですね、みんながこう目を伏せていてさ、顔を伏せていてね、誰も見ることが許されてなかった状況みたいな形を示唆していて面白かったですし、で、マーマーもちょうどね、運ばれていたんだよっていうことをですね、こう教えてもらった、思い出した時にですね、思い出すわけですよね。自分があの時ね、忠誠心に駆られてね、動いてきたことを思い出して、人種に、まあ、最悪のタイミングでそれを提案して、月を食らうっていうね、ところ。まあ、まだまだ始まったばっかりの二人の関係を示していました。恋愛とかまだそんなんより全然違うよね。まあまあの心境としましたね。ちょっと面白かったと思います。ただ、じゃあまあまあが最後結論として何を言ったかっていうとね、まあ、こんな風にやりとりするのが気が楽だって言っていてですね。
これってやっぱり序盤からずっとそのどうしようもない身分の壁みたいなものを感じていたマーモにとってその状態で接しているんであればね、まあ安心できるっていうちょっと来やすい関係になれたんだなっていうところが見えてきてですね、これはすごく良かったね。なんかマーモにとって人種とのどうしようもない壁っていうのが常に立ちはだかっていた薬なる独り言においてね、すごくいい落としどころというかですねオチがついたのかなというふうには思いました。はい、そんな感じで薬屋の独り言のアニメ初見勢の感想考察シリーズはこれにて終了になります。素晴らしい作品を作ってくださった制作陣とお付き合いくださった皆様ありがとうございました。一応ですね来週の日曜日に振り返りライブをしてみようかなと思っていますので、はい、ご参加ご視聴いただける方はよろしくお願いします。今見返すとね多分いろんな発見があるんじゃないかなというふうに思ってます。で当然なんですけど、皆様の感想注目点ね、思ったこととかですねまあ動画シリーズに対するね、意見なんかも募集しております。ミステリーなんでねまあネタがネタバレになるかはわからないんで、原作視点でのコメントに関しては表記と開業の方をねくれぐれもよろしくお願いします。とはいえ原作ファンの方がねなかなか温かく見守ってくださったので、僕の方も変なネタバレとかをね踏むこともなくね楽しむことができましたのでありがとうございました。はい、このチャンネルでは好きな作品をより楽しめるように動画やライブで活動しております。アニメ初見勢のね感想が知りたいとかですねまあオリジナルだからね、一緒に考察しながら楽しみたいとかあとまあネタバレをね、まあ心配せずに楽しめる盛り上がれる場所があってもいいよねだとかねあとまあ続編が始まったらまた戻ってきたいでっていうね、そういった方はねぜひチャンネル登録高評価で応援していただければと思います。まあね薬屋の独り言めっちゃ楽しかったんで、結構ロスが怖いなとも思ってはいるんですけど、ね、とはいえまあ春アニメのね視聴予定なんかの動画もそのうち出そうかなと思っていますので、よろしければね今後ともお付き合いいただければ嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。遠山徹でした。ありがとうございました。